神戸市役所の北側に設置されていた時期の花時計外時計は神戸市中央区の東遊園地に設置されているモニュメント。日本で初めて設置された花時計である。第13代神戸市長の宮崎達夫が1950年代の前半に日本初の花時計を製作する計画を提案。この計画に対して神戸市民や神戸市内の企業から好意的な反応が 示されたばかりか、多額の寄付金が神戸市役所に寄せられた。この寄付金をもとに花時計の製作が進められた結果、市民有志から神戸市への寄贈という形で設置された。以上の経緯から設置後も機械の更新などに要する費用の大半を市民からの寄付で賄っている。ちなみに宮崎が花時計の設置を提案した背景には、 市長就任前のスイス視察の際に、ジュネーブのイギリス公園で花時計を見ていたことが挙げられる。花時計の制作は、神戸市役所の第四大本庁舎建設に合わせて進められた。第四大本庁舎の竣工と同じ時期に、庁舎の北側へ花時計を設置。1957年4月26日の午前中に、模様された指導式を機に稼働を開始した。 ちなみに、1966年9月30日には、第4大本庁舎の付近に2号館が巡九1989年8月31日に、現在の第5大本庁舎が第4大庁舎の南側へ建設されたことを機に、第4大本庁舎を2号館、初代の2号館を3号館に改称した。号館は第本庁舎の建設後も、 市役所の庁舎として使われていたが、1995年1月17日発歳の阪神・淡路大震災で2号館の6階部分が倒壊。花時計も停止したが、発歳2ヶ月後の3月末には稼働を再開した。再開に際しては、蘇る神戸、頑張れ神戸っ子、というメッセージを花で描き出している。 二号館は五階以下の部分を残す格好で1996年3月15日から使用を再開したものの年月を経るにつれて三号館と共に老朽化が進んだ。これに対して神戸市では2018年に2.3号館を高層の複合庁舎に建て替える計画を発表。翌2019年の三号館解体工事中に花時計の設置場所を 3号館の屋上にある冷却塔の代替地として使う必要に迫られた。そのため、同年12月3日から2019年3月までの期間に、花時計をおよそ500メートル南側の東遊園地へ移設する工事が進められた。移設先は、東遊園地の南端で、阪神・淡路大震災が発災した1995年以降は、 毎年12月の上旬に神戸ルミナリエの会場として使われている。2018年のルミナリエ開催期間中までは噴水池が存在していたが、期間終了後の工事で噴水装置を撤去。噴水池をマウンド上に埋め立てた後に、花時計の狩りや動力装置をマウンドの南斜面へ移設した上で、2019年3月28日から稼働を再開した。 当初の計画では、東遊園地への移設を暫定措置として、市役所庁舎の建て替え工事完了後に、別の場所へ再び移設することも視野に入れていた。しかし実際には、東遊園地以外の場所に設置のスペースを確保できず、市役所の公式サイトで2020年4月に実施したアンケートでも東遊園地での常設に、好意的な意見が過半数を占めた。結局、 神戸市は同年12月に策定する東遊園地再整備の基本設計に花時計を高級的な施設として盛り込むことを決めた。花時計は小高い山のような形をしており直径6メートル、傾斜角度15度の文字盤が設置されている。文字盤の中には口述のように季節ごとに様々な花が文字盤の周りには蛇のひげが植えられている。ドンズ園地への移設後も このような形状がほぼ維持されている。山の勾配にあたる部分に花を植えている関係で維持に相当の手間がかかることから花時計の維持管理は神戸市役所の建設局が担っている。前述のように文字盤には花が植えられている。設置当初、花は相良園内の花内園で栽培されていた。1963年以降は つまり級公園内の花内園で栽培されている。使用される主な花は春はパンジーとひなぎく、夏はコリウスとベゴニア、秋は模様ビユと小菊、冬は葉ボタンで鳩による食害に遭いにくいレジー。小菊の使用頻度が特に高い。年8回ほど花の植え替え工事が行われる。文字盤の図柄はその時行われる行事をテーマにしたものや、 市民からの公募作品をもとに決定される。デザイン公募は年4回ほど行われる。ちなみに神戸市役所の北側に設置されていた時期には通算で300回の植え替え工事が実施された。時計の針はステンレス製で、分針は長さ2 6 0トル重さ1 6ラム地震は長さ3 1 0トル重さ2 0ラム秒針は 長さ3 1 0トル、重さ8 2ラムである。花時計の裏側にある機械室の入り口神戸市役所の北側に設けられていた時期には、花時計の地下に機械室を設置。文字盤に花が植えられていることから防水のため、機械室の壁には防水モルタルが塗られており、時計の針軸には防水リングが装着された上に油脂が塗られている。なお、 機械部分は電気によって作動しており、停電に備えてバッテリーも内蔵されている。電気で動いているが、神戸市役所の北側に設けられていた時期には、2002年から夜間や雨天時を除いて、当時の2号館の屋上に設けられていた太陽光ソーラー発電設備機器で作られた電気を活用。これを機に、花時計の左側に電力供給板を設置した上で、 発電量をリアルタイムで表示させていた。花時計に対するいたずらは当初は少なかったが次第に増加した。これを受けて、神戸市は1985年、防犯センサーを設置した。夜間下時計に侵入するものが現れた場合には、防犯ベルが鳴る仕組みになっている。ABC 花時計どこへ、市民や木もき神戸のシンボル暫定移転神戸市4とあらかると、 花時計物語字を刻んで半世紀神戸、花時計10月にも別れ、視聴者建て替えで ABC 今週撤去の、花時計東遊園地南の噴水に、暫定移設へ、ハット AB 神戸花時計移転、再始動、お引越し、神戸花時計ドンズ園地に、定住へ。ありがとうございます。